租税回避とは合法な租税負担の軽減、排除のこと。主に税法や課税庁の意図しない方法で行われる点で節税と区別される。通常、詩人は租税の支払いを逃れようとする。この時、普通の方形式を使わずに、経済的合理性のない異常な方形式による取引を行うことで、租税負担を回避することを租税回避と呼ぶ。租税回避は、 租税法律主義によって形式的には合法である。しかし、国税当局などからは、租税公平主義やフリーライダーの観点から容認できない不当な租税負担の軽減として扱われる。このような法の抜け道を塞ぐために、税法上の個別または一般の否認規定を設けて、課税の対象とされることがある。しかし、近年は、 タックスヘイブンなどを用いた準拠法の違いなどに着目した、租税回避商品の増加や、課税の割れ商品の販売会社に課税庁 OB などが参画したりと、一国の課税庁による規制だけでは続々と登場する新たな租税回避手段を封じ込めることは困難を極めている。租税回避は学問上の概念であって、成分法上の概念ではない。司法上、 詩人は、指摘自治の原則によって、異常な方形式による取引を行うことも自由で、ある。しかし、租税法上は、租税法の公然献血、隠れた献血を利用して、租税利益を得ることは望ましくなく、租税回避の否認によって、租税回避を防いでいる。一般的に、国税当局の裏を書く、ずるい金持ちといったメディアの印象から、 租税回避を強く問題視する観点が脚光を浴びる。一方で、租税回避の適法性を重視する立場も存在する。この場合、詩人の租税回避は、租税法の献血を知らしめるもので、租税回避の否認による国家の利益を合法性の原則や納税者の利益を犠牲にしてまで追求するべきではないとする。経済的自由主義や、租税を再建債務関係の一種として捉える。 租税債務関係説と親和性が高い。租税回避行為の否認とは、課税上、租税回避のために実際に行われた方形式を無視し、通常の方形式が行われたものとして取り扱うこと。租税回避のための規定を租税回避の否認規定といい、通常の課税要件規定に対応して補充的、課税要件規定、代替的課税要件規定とも言う。 租税回避の否認規定には特定の異常な方形式、事実行為による、租税回避を否認する、個別的否認規定と、一般的に異常な方形式、事実行為を否認する、一般的否認規定が存在する。後者はドイツ租税通則法第42条が代表的な規定として挙げられる。日本には後者が存在しないが、 所得税法第157条などの前者が存在する。課税要件明確主義や予見可能性、法的安定性の観点からは前者の方が好ましいとされている。租税回避の否認は新たな課税要件の創設とそれによる課税を意味するため、租税法律主義の下では名文の規定を必要とする。租税回避は形式的には 合法な行為だが、想定の範囲を超えた異常な方形式を用いていることから、租税法上その方形式を容認するか無視するかという問題が生ずる。租税法上、個別に規定があれば、同規定に基づいて、租税回避を否認することに問題はない。しかし、租税回避を否認する規定がない場合の取り扱いについては、議論が分かれる。 否認を認めないと、租税回避行為者と通常の方形式によったものとの間に不公平が生ずる。反面、租税回避を否認し、課税を行うと、租税法律主義に反する。通説では、法律の根拠がない限り、租税回避行為の否認は認められないと考えられている。この通説の立場からは、租税回避に対応するためには、 新たな租税回避の累計が現れるたび、個別の否認行為を迅速に立法する必要があるとの主張がなされている。億万長者たちが語りたがらない銃の事実、ウォール・ストリート・ジャーナル、2016年5月10日。世界経済の影の主役、タックス・ヘイブン、グーグル社も、お好みの節税効果抜群の、租税回避地海外投資新聞、2016年5月10日。 ヤフー参加に、税回避指摘東京国税、ヤフー側は提訴。朝日新聞。2012年4月8日閲覧。谷口節夫、税法基本講義第2版58から59ページ。谷口64ページ。ありがとうございます。